ロサンゼルス・ドジャースとニューヨーク・メッツとのリーグ優勝決定シリーズ3戦目が行われ、ドジャースは大谷翔平選手のホームランなどで8-0と完勝。2勝1敗となった、次戦は山本義信投手が登板することになっていて、リーグ優勝の大手に期待がかかる。米メディア、ABC ニュースのマイク・フィッツパトリック記者が伝えた。写真 日本人メジャーリーガーの歴代最高年俸ランキングドジャースはキケール・エルナンデス内野手やマックス・マンシー内野手もホームランを打つなどし効果的に得点先発のオーカー・ビューラー投手は4イニングを被安打36奪三振無失点に抑えた2回に迎えた満塁のピンチではフランシスコ・リンドーは内野手を三振で打ち取るなど要所を締めるピッチングで相手に主導権を渡さなかった デーブ・ロバーツ監督は、選手が自分たちの役割を分かっているから、いい試合運びができていると充実感をにじませ、計画通りに進んでいると今後への手応えも語った。フィッツパトリック記者は、ドジャースは常に試合を支配していたとし、事前に登板予定の山本由伸投手についても言及。サンディエゴ・パドレスとの地区シリーズで5回2安打無失点と好投したことを挙げ、期待を込めた。